今回は藤村明智先生の古典ハートの魅力を紹介します。魅力その1、青い原画。ハートには複製原画ではなく本物の原画がいくつも飾ってあったんですけど、青い原画が何枚もありました。漫画って漫画紙に載せるために印刷するから、カラーとかを除けば原画って普通白黒なんですよね。でもね、藤村先生の原画の中には青い原画があったんですよね。おそらく下書きとかおおよその当たりをつけるために、白黒印刷では出力されない色で描いた線だとは思うんですけど、その線から作画過程を想像することができて僕は楽しかったですよ。推理漫画とかで証拠品から犯人の指紋とか DNA 出てきたら、うおーってなるじゃないですか。青い線見た時はまさにそんな感じでしたね。こういう普通の漫画では見れなかったり感じられないものがわかるのが原画の魅力なんですよ。魅力その2、白黒原画とカラー原画比較。ハートにはカラーの原画もモノクロの原画も両方あったんだけど、色をつける前と後、ビフォーアフターで両方のパターンで出している原画もあったんです。こういう風に出してくれると比較ができて楽しいんですよ。白黒の原画とカラー原画を見比べているとき、瞳の色は赤色なんだとか、そうそうズボンは黒色とか、やっぱ髪の毛は金髪だよねとか、自分の中の想像力や思い出とも比較しながら見てたから、あっという間に時間が過ぎてましたね。来場者を楽しませるこういう仕掛けが面白いと思いました。魅力その3、力強さと綺麗さ。原画見れば誰でもわかる。もうね、ぐしゃーって感じに魂をこすりつけてくるような筆跡が原画の至るところにあるわけですよ。めちゃくちゃ力強さを感じるんだけど、同時に綺麗さも感じるんだよね。この前行ってきたブリーチ原画展、ここに飾ってあった原画は修正液を使ってる原画が多くてさ、そこから久保太斗の苦悩とか苦渋が伝わってきていいなーって思ったんだけど、藤村先生の原画は綺麗。シンプルイズベスト。ガチ綺麗。見とれるっていうのはこういうことを言うのかな。そう思うくらいに原画をずっと見ちゃったし、永遠の時間が1枚の原画に刻まれていたんですよね。この辺は漫画ではわからないかな。原画見た人じゃないとわからねえ。魅力その4、ほぼディズニーランド。すまん、ディズニーランドは言い過ぎた。 C くらいかな。今回の個展ってある一つの漫画に絞ったんじゃなくて、藤村先生が描いた漫画の原画を飾ってあったんだよね。神様の言う通りとか、星エバレット新港攻防戦とか、フラシュロスなど様々な漫画の原画がありました。なので藤村先生の色を多角的に見れるというか、色々な角度から観察できるというか、そういう感じを味わえてすごい楽しいんですよ。神様の言う通りの原画が一番枚数多かったかな。漫画を知ってても楽しいし、知らなくても楽しい。正直ね、僕勉強不足でグラシロスって漫画古典に行くまで知らなかったんですけど、古典で一番感動した原画がグラシロスだったんだ。グラシロスって漫画を知るファーストタッチが本物の原画。もうね、見た瞬間に僕の心の中できらめきが走り出したよ。だからね、知らない漫画があるとか、あんまり漫画詳しくないんだよねとか、ネガティブな感情を持つ視聴者の方いるとは思うけど、藤村先生の古典では全く関係ない。そんな負の感情は藤村先生が一本背負いして吹っ飛ばしてくれますよ。魅力その5、赤の深み。素晴らしい。赤がすごい深い。これはグラシロスの4巻の表紙なんですけど、この原画が古典にあったんだよね。これ見てもわかるように、手に巻いている布は赤、足に巻いている布も赤、肩と胸に巻いている布も赤、体に付着した血液も赤、瞳の色も赤、全部赤なんだよ。でもさ、それぞれの赤で深みが違くない？この違いが原画だとさらに際立って見えた。色のにじみ具合とか、きつさ具合とか、力具合とか、そういうのが原画から伝わってきたんですよ。赤という一色で無限の色を染め上げていくような不思議な感覚に原画を通して出会いました。感動したぜ。最後に補足情報を言います。藤村先生の個展ハートは2022年1月10日まで開催しています。ちょっと期間短いね。でも安心して、実はすでに第2弾が計画されていて、第2弾は今年の夏頃に開催予定であることを店員さんが教えてくれました。なので今開催中の第1弾の個展に行ける人はぜひ行ってほしいけど、もし仕事とか学校の都合とかで行くのが難しいなって人は第2弾の個展に望みをかけましょうや。個展の開催場所は火消し魂浅草店2階ギャラリー。ちょっと話それるんですけど、火消し魂っていうのは服屋さんなんですよね。でね、この火消し魂のコンセプトが面白い。ここからは火消し魂さんの引用になります。火消し魂が新たにテーマとするのは 2.5 次元ファッションブランド。 2.5 次元ファッションブランドとは、2次元の漫画の世界に登場する衣装が3次元
元の現実世界に出現するというもの。漫画のストーリーはサイバーパンクの世界観を映した近未来の日本を舞台に主人公の火消しが繰り広げるドラマがベースとなっている。コンセプトが面白いっしょ。概要欄に火消し魂のリンク貼っておきますので、ぜひ覗いてみてください。もしかしたらあなたの感性を彩かせるきらめきに出会えるかもしれませんよ。すみません、話それました。藤村明治先生の個展ハートはなんと入場無料ただです。先日行ってきたブリーチ原画展は大人1人3600円だったので、入場料が無料ということに非常に驚きました。今回の個展では物販はないのですが、来場者の方には特製ステッカーを配布しています。思い出が形となるのってやっぱいいですよね。あと藤村先生の個展は写真撮影 OK とのことだったので、旅の思い出に1枚パシャリなんていうのもいいんじゃないでしょうか。次に重要情報を言います。いろいろ言ってきましたが、藤村先生の作品の中では特殊バレット新港攻防戦が僕は一番好きです。12月に最終巻の4巻が発売されたばかりのおすすめ漫画なので、もしこの動画を見て藤村先生の作品に興味を持った方、神様の言う通りもいいけど特殊バレットもぜひ読んでみてください。ということで、喋ることが何もないので今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンを押していただけるとモチベーション非常につながりますので、よろしければぜひお願いします。それでは。